皆さんこんにちは、桜餅カンタです。前回パイロメインのテームの動画出させてもらったので、今回は性能の紹介をしていきたいと思います。めちゃくちゃ盛りだくさんですよ、この子。ほんと操作が複雑なんで、画面中央から右のところにも操作説明なんかが載ってたりしてます。上から順でいってみましょうか。スワップトゥショルダーペット、これは肩乗せ生物にできるってことなんですよね。こんな感じ、可愛くないっすか。肩乗せ生物に変身できちゃうんです。シャドウメインの炎バージョンって感じの子たちなんですよね。ちなみに僕が確認した限りだと、シャドウメインとは違ってオスとメスで能力の差っていうのはなさそうでした。オスもメスも同じような能力でした。 F キー2連打でこんな感じで投げることもできるし、でこの状態からさっきと一緒のコントロール C を押してもこれ戻れないんですよ。こんな感じの動きになっちゃう。でどうやって戻すかっていうと、 R キーの長押し、プレステ4の人で言うとリロードのキーですね。これ長押しするとサークルメニュー出てくるので、ここでライドパイロメイン、これ押すとこんな感じね、肩乗せから騎乗にスッと移行できます。ちなみにですけど、この騎乗状態からコントロール C じゃなくてリロードボタン、 R キーの長押しでもサークルメニューでこんな感じで移行することも可能で、その他の能力で言うと R キー長押してこの子にスペシャルアタック、こんな感じで切り替えれるんだけど、どっちにしてもこの子は割と攻撃してくれました。試してみたら、今これパッシブ自動的の状態になってるので攻撃してくれないんですけど、攻撃的にした状態で近づくとこんな感じでね、ファイヤーの攻撃を使ってくれる。しかもこれマンモスって名前書いてある下のところに数字出てるじゃないですか。これ持続ダメージ、これ持続ダメージちょっとずつ上がってると思うんですよ。11、12、14、これ攻撃するたびに割合ダメージがスタックしてるからなんですよね。ギロニクスみたいな感じで。ちなみになんですけど、僕今これマンモスの攻撃食らわないのはクリエイティブモードだからです。ちょっと検証のためにね、クリエイティブモードでこの性能の確認をしてます。肩の性の中ではマジで群抜きの強さを誇るのじゃないでしょうか。最初はこれ持続ダメージ1ぐらいだったと思うんだけど、スタックして今15の持続ダメージが入ってる感じですね。でこれは近くの焚き火だったり暖炉だったり掃除かまどの火をつける能力、これは広さ、ほら今一気についたよね。まあこんな感じでこの子をここに置いとくだけで、こういう火がつく系のやつっていうのは中に何の燃料も入ってなくても火がつく。特に松明なんかを常時つけられるっていうのはいいよね。その代わりデメリットとしては食料値が結構な速度で減ってきます。通常よりもだいぶ速い速度でこれ食料値削られていくので、ここはかなり要注意。ちなみにですけど、工業用グリルとか工業炉とか電気使う系統のやつはさすがにこの子では燃やせませんでした。でレスト、これお休みモードでこんな感じで可愛い感じで寝かせることもできる。ちょっとこんな感じでダメージを与えてレストさせる。でシャドウメインの時はこの半分まではこれ急速回復ってあったんだけど、そういう能力はないようです。ちなみにですけど、トランスフォームに関しては R キー長押しでさっき書いてたけど、サークルメニューからこうやってトランスフォームすることもできます。こんな感じでね。でかい状態の時もレストはできる。ただし、さっきと同じように、急速回復っていうのはしない。じゃあ、この子は回復の手段ないのかって言ったら、実はそんなことはなくて、シャドウメインを凌駕するほどの超高速回復があるので、それも紹介していきたいと思います。
まずこの子は敵を攻撃することでゲージを貯めれるんですよね。敵のゲージと自分のゲージ2つあるんですけど、まず敵のゲージを貯める。でそのゲージを吸い取ることで自分のゲージを増やすことができる。じゃあ試してみますね。通常攻撃、これが通常攻撃。これ敵今ゲージ増えていってるよね。でこの溜まった状態で左コントロールキー押しながら右クリック、これで吸収した。でしかも今のでこれ真ん中下の方のゲージこれ半分ぐらいまで溜まったよね。それと同時に体力も回復してるんですよ。今2259。ちょっと見てみようか。これ下クールタイムがもうちょいで終わる終わる終わる終わった、今2277。はい、吸収しました。700ぐらい回復したんだよね。2200ぐらいだったからさっき。これものすごい回復量なんですよね。で倒した時にもこれ吸収するんですよ。ほらもうさっきの2700が今3600まで回復した。つまりこの子は炎を吸収した時にゲージ溜まるし体力も回復する。で敵を倒せば倒すほど回復するし、倒さなかったとしてもゲージを貯めてそれを吸収すれば回復する。回復のやり方が2パターンあるってことなんですよね。ゲージを貯めて、しかもこれ別に満タンまで貯めなくてもいい。この状態で、下のクールタイムさえ終わってればね、フレームアブソーブっていう、これが吸収の技。このクールタイムが終わってさえいれば別にゲージが全部溜まってなくても使えるし、まあ、逆にこのクールタイムがまだ全然終わってなくても倒しさえしたらもう吸収する。だからもうあっという間にもう体力も全回復まですする。これだけの回復能力を持ってるんだったらもうもはや体力に振る必要ないんじゃないかなとさえ思います。でこれゲージ溜まってる状態、このゲージの使い方もいくつかあって、まず1個は右クリック、プレス4で言うとエイムするとき構えるボタン、これを長押しするとこんな感じで自分の走ったところに炎の道を引くことができる。これに敵が触れるとドットダメージが入り続ける、継続ダメージ。特にちっちゃい個体なんかに有効だったりするんですよね。この子とかめちゃくちゃ溜まる。でこれを食らうとゲージもすごい溜まるんですよ。一瞬でゲージ溜まるんですよね、これ本当に。で吸収する。一瞬でゲージが溜まる。でもまあ残念ながらクールタイムがそんなにすぐには終わらないので、まあ倒して吸収するしかないんですけどね。でこういう乱戦なんかも得意中の得意っすよね、こういうのでは。ほら暗い暗い暗い。で継続ダメージなんだけど、まあ、全然強い、バカにできないダメージが入る。すごいよね。でさらにこのゲージの使い道、フレームブースト、コントロールプラス攻撃ボタン、マウスで言うと左クリック、これすごい炎のオーラをまとって攻撃力バフがつきます。 1.5 倍の攻撃力、まあ元々のベース命令はそんなに高くないので、一撃の重さがもう爆発的に伸びるみたいなとこまではいかないんだけど、でも強い。1.5 倍だからね。継続ダメージもこれ上がってるかな多分。一発の攻撃で燃え続けてこれ30秒間持続ダメージ入るんですよ。で、その30秒間のうちに攻撃が10回分スタックする。だから戦えば戦うほど強いみたいな感じですかね、この子は。で、移動能力は火の玉ジャンプがある。英語名で言うとフレームリープ。まずスペースキーを押すと、これは普通のジャンプ。
この普通のジャンプ中に右クリック単発を押してみるとこんな感じ、まあ、二段ジャンプみたいなことができるんですよね。このジャンプの面白いところは空中で方向転換もできるところ。この技を駆使すれば高いところも登れるし、まあ、こんな感じで登っていくこともできます。この辺かな。はい、まあ、シャドウメインみたいな大ジャンプではないものの小回りの効く感じの移動方法ですね。でパッシブ能力としてこの子はサドルがつけれない代わりに燃える毛皮っていうので、まあ、常時60のアーマーがついてる。結構強いよね、60。でこのアーマーはこんな感じでちっちゃくなると10になっちゃう。だからちっちゃい間の防御力は結構下がっちゃうってことっすよね。それからフェニックスみたいな感じでインベントリの中に肉を入れといたら焼いてくれるし、焼いた肉がさらにジャーキーになる。これちょっとびっくりでしたね。焼肉からさらにジャーキーにまでなっちゃいます。ところに入れとくだけでね。で今雨降ってると思うんだけど、雨で濡れても別に弱体化はしないですけど、海に入ると水に濡れてる状態って、右上にね水浸しっていう状態になって、この状態になるとアーマーが10、思考から原始的になってアーマーの値が10になっちゃいます。で外に出ると右上のカウントタイマーが終わり次第元に戻って思考に戻る。この子たちはうんこもなぜか燃えてるんですよね。で燃えてるうんこはこんな感じで、よくよく見てみると腐るとどうやら木炭になるっぽいです。木じゃねえだろっていうような気はするものの、木炭になるらしいです、この炎が収まったらね。で腐敗するまであと5分37秒なんで、ちょっとこれ様子を見てみたいと思います。腐ったらやっぱ木炭になったなりましたね。ということでやっぱりね、この消費期限って書いてあるこのカウンター、このカウントが尽きるとこのうんこは木炭になるみたいですね。ということでね、この子のうんこは木炭になります。ふん転がしてパンパンに集めたとしても300か、まあ木炭になると今度はスタックするので、いやーどうなんでしょうね。でもふんころがしの中に入っちゃうと腐敗するまで、これだったら2日と21時間とかかかっちゃうから、一回ふんころがしの中に入れちゃうと木炭にするまで時間かかりすぎるから、ちょっと微妙なんですよねこれ。活用の仕方が難しいですねこの能力は。それから肩乗せ生物に入れた荷物の重さは肩乗せすることによって半分になるっていう肩乗せ生物共有の能力があるんですけど、これ300の重さを入れました。プレイヤーの今の重量は 47.5 です、いろいろ含めてね。でこの子を持つと本来だったら300の重さがそのままのしかかってくるから 347.5 にならないとおかしいはずなんだけど、はい、肩乗せ生物なのでプレイヤーの重さは 197.5 と300の半分の重さしかかかってない。これ150増えただけなんですよね。でちなみにですけど、この肩乗せ生物のインベントリは R キー、リロードのキー長押しでこうやって見ることもできると。これを捨てるとプレイヤーの重さは 47.5 に戻ります。プレイヤーでこれを拾うと
当然300の重みがのしかかるね。もう重くって動きやしない、347でも。だから R キー長押してインベントリを開けて、この重いものを持たせると、はい、こんな感じになりましたと。自分の重さも減りましたと。こういうね、これも覚えておいていいかもしれないですね。まあこれに関してはこの子に限った能力じゃないんですけど。それからパイロメインはマグマの上に乗れます。着地ができるし上を歩けるで、Cキーをしたら潜ることも可能。マグマサウルスと同じ感じでマグマの中を泳ぐことだって可能。なぜかね、なぜかプレイヤーも大丈夫です。ちっちゃくなってるパイロメインはオスの方は交配を可能にすることができるんですが、メスの方はちっちゃい状態だと交配オンにできないです。大きくすると交配モードオンにすることができて交配も開始できます。体のサイズなんて何のその。ただまあ、メスの子はちっちゃい状態だとできないみたいですね。なんか何が原因かちょっとわかんないんだけどできないですね。というわけでいかがでしたでしょうか。パイロメインの紹介10個以上ぐらいはご紹介できたのじゃないかなと思います。ただまだ本日実装されたばかりの生物ですので変更点もあるでしょうし、まだ見出せない活用法なんかも山ほどあるかと思います。なので今後またね、新しいのが見つかっていくようでしたらコメント欄に追記していこうかと思いますし、皆様もぜひね、新しい情報を教えていただけたら嬉しいです。議論等の末に新しい方法なんかもね、生み出されたりするかと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなわけで本日はこの辺にておしまいにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらまた見て、バイバーイ、まったねー。コメント欄で待ってます。